インディゴ、インディゴ、インジゴは、鮮やかな藍色、セーラ語を呈する染料である。アメリカ合衆国における、主な用途は、面製の服や青いジーンズの染色である。世界中で10億着以上のジーンズが、インディゴで青く染められている。また、長年にわたり、ウール生地を深いネイビーブルーにするため使われてきた。繊維に強く定着しないため、 企風したり洗濯を繰り返すうちに徐々に染料が落ちていく。インディゴはそのままで不要性であるから、顔料としても用られ、インディゴ染料はそのまま、インディゴ顔料である、絵の具としても供給されている。ただし、絵の具名に、インディゴないしインディゴを関するだけの代替品も数も多い。天然には、数種の植物に由来する。食品添加物、着色料としては、 スルホン化したインジゴチン、またはインジゴカルミンの形で用いられる。ジスルホナートは、食品衛生法で、青色2号、アメリカ連邦食品医薬品化粧品法で、ブルーナンバー2の名で指定されている。FD&C ブルーナンバー2の明細書には、インジゴチンジスルホナートなど3つの機質が含まれる。インジゴチンスルホナートは、人気脳検査、小酸塩や、 塩素ジオの検出、牛乳の検査などにも染色剤として使われる。歴史上、ウォード、細葉、耐性を含む様々な植物から採集されてきたが、天然インディゴの大部分は熱帯植物の小松なぎ属から得られる。温暖な気候の地域では、耐性やダイヤーズ、ノットウィードからも小松なぎより量は少ないものの取ることができる。アジアで最も流通したインディゴは、 新インディゴ、気合、インドアイ、南ンバンアイ、台湾小松なぎインディガファーティンクトリア及びインディガファースマトランナだった。中央、南アメリカではアニールとナタルインディゴの2種が最も重要視された。それまでは天然インディゴが唯一の原料だったが、1900年頃に合成インディゴが取って変わり、今日ではほぼすべてが合成品である。 インディゴは染め物や印刷に使われてきた最も古い染料の一つである。インド、中国、日本など多くのアジアの国々で何世紀にもわたって用いられてきた。メソポタミア、エジプト、ギリシャ、ローマ、ブリテン、ペルー、イラン、アフリカなどの古代文明でも知られていた。イニシエの世界においてインディゴ染色の最も古い中心地はインドであったとされている。 グレコローマン期のヨーロッパは主にインドからインディゴを輸入していた。インディゴを介したインドとギリシャの交流は、この染料を意味するギリシャ語インジコンに反映されている。ローマ人はイタリア語での語源となったインディコムの語を用い、これが英語インディゴとなった。紀元前7世紀のバビロニアの設計文字で書かれた板には毛織物の染色法が記されており、布への染料の浸透。 乾燥を繰り返すことによって、ラピス色の毛織物が作られていた。インディゴは主に、インドから輸入されていたと考えられている。ローマ人はインディゴを、顔料、医療用、化粧品として用いていた。アラブの商人によって、インドから地中海に輸入される、高級品であった。中世ヨーロッパでは、インディゴは貴重品であり、ウォードという、同名の植物から採取される染料が、 代用品として用いられた。15世紀後期、ポルトガルの探検家、バスコダガマによって、インド洋航路が発見され、インドや高領諸島、中国、日本と直接貿易することが可能になった。これにより、ペルシア、レバント、ギリシャの中間商人に関税を支払わずに済むようになり、またそれまでの危険な陸路は、不要になった。その結果、ヨーロッパでのインディゴの輸入量、 使用量は激増した。大量のインディゴがポルトガル、オランダ、イギリスの港を通してアジアからもたらされた。スペインは南アメリカの植民地から輸入した。ヨーロッパの列強国によって熱帯地方に多くのインディゴのプランテーションが作られ、ジャマイカやサウスカロライナは有数の生産地となった。インディゴプランテーションはバージン諸島でも成功を収めた。一方、 フランスやドイツは、ボードの占領工業を保護するため1500年代にインディゴの輸入を禁止した。西アフリカにおいてインディゴは、数世紀の歴史を持つ伝統的織物の基礎であった。ここでは、インディゴの利用は、全時代から一般的なものである。サハラ砂漠からカメルーンの遊牧民族であるトゥアレグにとって、インディゴで染められた衣服は、裕福さの印であった。 ほとんどの地方で女性はこの染料で服を染め、特にナイジェリアのヨルバやマリのマンディングはその技術の高さでよく知られる。ハウサ族の男の間ではピットと呼ばれる作業所で染め物屋として働くことがこと可能で富を作る基本的な稼ぎであり、今日でも同じピットで作業を行う姿が見られる。古くはエジプト皇朝時代のアーザブにも見られる。 日本ではかつてたデカのたデアいが使われていたが、琉球では、在来の琉球アイ、狐の孫かより色鮮やかな豆かのインドアイが、栽培されるようになった。日本では、絹を使うことが禁止され、麺の輸入と栽培を行うようになった江戸時代に、アイが、特に重要になった。麺の繊維を、アイ以外で染めるのは難しかった。後年、青い海や自然が想起されることから、 浴衣の色としての愛の使用は高く評価されるようになった。はじめ、浮世絵においても青絵の色彩として使用されていたが、文星年間にベロイ、根性が輸入されると、芝叩く間にとって変わられた。ただし、以降も主線の色として用いられたり、他の色との混色用に用いられる場合はあった。俗に、 広重の東海道53時や北斎の富岳36系を鮮やかな愛ですられたなどというが、正しくはベロ愛のことである。ドイツの科学者、アドルフ・フォンバイアは1865年にインディゴの研究をはじめ、1880年、王ニトロベンズアルデヒドとアセトンに水酸化ナトリウム、水酸化バリウム、またはアンモニアの希薄溶液を加える方法によって、 その合成に成功し、3年後に構造を報告した。1897年に、科学工業会社バスフによって、工業的合成法が開発され、1913年までには、天然インディゴはほぼ合成インディゴにとって変わられた。19世紀にはイギリスはインドから大量のインディゴを輸入していたが、合成法が登場すると、インディゴ農家は職を失う。2002年の、 全世界におけるインディゴ生産量は1万7000トンである。インディゴは水に溶けないため利用するのが難しく、溶解させるためには化学修飾を施す必要があった。布地を染色層から引き上げると、インディゴはすぐに空気で酸化されて不要性の形に戻ししまう。16世紀に初めてヨーロッパに伝わった時、染め物屋や印刷屋たちはこの特性に苦労した。また、 インディゴは毒性を持ち、さらに使用に多段階の化学反応を必要とするので、負傷する気が多かった。ヨーロッパで工業生産が始まる前に使われていたのは、インディゴを腐った尿に溶かす方法だった。尿は水に、不要なインディゴを、ロイコ体のインディゴジロ、ロイコインディゴに還元して、溶解者、黄緑色の溶液を生成させる。この溶液で染められた性には、 インディゴジロが空気で酸化されれば、インディゴに戻り、青色を呈する。尿を代替する構成尿素は1800年代に利用できるようになった。日本で用いられていたもう一つの方法は、高熱性、嫌気性のバクテリアが培養された容器に藍を入れ、加熱して溶解させるというものである。そのようなバクテリアのうちある種のものは代謝物として、水素を発生させ、 不要性のインディゴを妖怪性のインディゴジロに変換させる。この容器で染められた布は絞り染め、かすり、型染め、筒病といった技法によって装飾された。これらの技法を用いた衣服や旗は、葛飾北斎の作品などに見ることができる。インディゴを化学変化させずそのまま利用する方法が18世紀のイギリスで2つ開発され、19世紀になっても広く、 使われていた。一つ目の方法は、鉛筆やブラシによく使われていたため、ペンシルブル法と呼ばれ、濃い色を出すことができる。三流化にヒ素と増粘剤をインディゴと混合して用いるが、ヒ素化合物はインディゴの酸化を防ぐ。二つ目の方法は、中国の制白の時期との類似性から、チャイナブルー法と呼ばれる。インディゴの溶液を直接用いる代わりに、不要性のインディゴを 繊維の上に塗る。次に、硫酸鉄の層に浸して酸化させ、繊維に浸透させる。チャイナブルー法では、細かい模様を作ることができるが、ペンシルブルー法のような濃い色調を出すことはできない。1880年頃、グルコース法が開発された。この方法によって繊維に直接インディゴを塗ることができるようになり、チャイナブルー法で不可能だった濃色の、 インディゴナスンフが安価に作られるになった。インディゴは暗青色の結晶性個体で、有点は390氏三百392度である。水、アルコール、エーテルには溶けないが、クロロホルム、ニトロベンゼン、濃硫酸には可用である。天然にはインディカンとして存在し、これは無色で水に溶ける。インディカンは容易に下水分解して、 グルコースとインドキシルになる。空気にさらすなどして緩やかに酸化すると、インドキシルはインディゴに変換される。1800年代後期に開発された工業合成法は未だに世界中で使われている。この方法では、フェニルグリシンナトリウムを水酸化ナトリウムとナトリウムアミドの存在化に感化させて、インドキシル合成する。インジゴを分解させると、 アニリニやピクリン酸などが生成する。実用的な反応としては尿素によるインディゴジロへの還元が挙げられる。インディゴジロは繊維に浸透させた後、酸化によりインディゴに戻される。インディゴを硫酸で処理すると、スルホン化されて青緑色になる。この反応は1700年代中期には知られていた。スルホン化されたインディゴは、サクソンブルー、インジゴカルミンと呼ばれる。 ティルス紫は古代ギリシャローマで貴重だった紫の染料である。地中海の巻貝から抽出される。1909年にその構造が6、6、ジブロモインディゴであることが示された。商業的合成法は知られていない。CAS 登録番号は 12626732E、スマイルズ表記は N2C1 イコール CC イコール CC イコール C。 1cc2 イコール c4nc3 イコール cc イコール cc イコール c3c4 イコール O である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。